試合をしました。3時間を超える熱戦、当院一時は5さっちゃんこっち来れる？準々決勝の第1試合、まだ足りないの？ああ、はい、何時頃になりました。勝ったのは第1シードでした。はい、夏連続甲子園を目指す大分舞鶴高校。涙が止まらないのは三塁側ベンチの桐蔭高校です。このキャッチャーの川が2打席連続ホームランを放って、一時は完全なペースに持ち込んだんですが、しかし舞鶴高校の終盤の驚異的な反撃。母さん、舞鶴高校ち最後は舞鶴高校のキャプテンの第一シードなんやち。さよならタイムリーヒット、舞鶴高校がベスト4進出一番乗りです。なんで舞鶴が何ち第一シード、第一シード、え、一番強いチーム。そうなん、うん。